おはようございます。高野です。でこれを録音しているのが2022年の1月2日の朝なのでもしリアルタイムで聞かれている方がいらっしゃれば新年明けましておめでとうございます。ということで皆さんは今年の新年何を聞かれましたでしょうか。えー、私はですね、 一番最初に1月1日ね、起きて最初に聞いたのがミンガスアットカーネギーホールでした、えー。ミンガスアットカーネギーホールはカーネギーホールでも完全版のやつですね。去年発売されたやつです、えー。視聴者のですね、花野夏さんという方に教えていただきました。絶対に聞いた方がいいですよという書き込みがありましたのでですね。 早速買って聞いたんですけど、これは本当に素晴らしいね。というかね、ミンガス・アット・カーネギ・ーホールというアルバム自体もすごくパワフルでエネルギッシュでとても素晴らしいんですけれども、もう2曲しか入ってなかったんですね。まあ1曲20分以上なんでね、パーティードとシー・ジャン・ブルースの2曲でね、もうそれでもうレコードの時代だと、もう片面1曲でまたひっくり返してまた1曲以上って感じなんですけれども、実はですね、この完全版は、その 1974年の1月19日に演奏された模様がすべて収録されているんですね。しかも演奏された曲順にちゃんと並べられてですね、収録されています。だから当然1枚の CD では収まりきらないので2枚の CD になっているんですね。これがまたなかなか素晴らしいんですね。デラックスエディションってね、80 分ぐらいのコンサートがもうすべて収められているいい時代になったもんですねずっとね、お蔵入りになっていたみたいなんですけれどもね出しゃいいのにねこう分けてね <laughs> あのミンガサットカーネギーホールボリューム1、ボリューム2、ボリューム3ぐらいになるのかなレコードだとねだけどあの長らく我々は あのパーディードとシージャムブルースしか耳にすることができなかったんですけれどもミンガスのオリジナルメンバーで演奏されている前半のセットの演奏も収録されているわけなんですよ。まあ、オリジナルメンバーっていうね我々はやっぱりローランド・カークのイメージがとっても強いんですけれどもそれはあのローランド・カークが参加してるねシージャムとかパーディドはあれなんですよねあの セセカンドセットトに、まあ、ゲスト出演したような形な形んですよでオリジナルメンバーっていうのが、まあ、ミンガスがリーダーででねやっぱダニー・リッチモンドですよね <laughs> ミンガスとくればドラムがねでそれにあとはドン・ピューレンがピアノであとはテナ・サックスがジョージ・アダムスでハミエット・ブルイエットがバリトン・サックスでジョン・ファディスがトランペットというねこういう6人の セクステットが、まあ、当時のミンガスのオリジナルメンバーだったんですね。で、その6人による演奏が収録されているんですよ、前半の部分に。まあ、前半っていうかこぼれちゃって CD2 まで入っちゃっているんですけれどもね。まあ、あの、ペギーズ・ブルース・カイライトにセリア、セリフォーバス・ジのグーアそしてビッグ・アリス、これが前半の演奏なんですけれども、全部入りきらないので <laughs>、あの、ビッグ・アリスだけ2枚目の CD に。 送られてるんですねでビッグアリスが終わった後今度は第2部ということでパーディードとシージャムブルースだからもうほんと大ジャムセッションじゃない大ジャムセッション大会になっているとで我々は長らくその大ジャムセッション大会で演奏された2曲を耳にしていたということになる,なるわけですよねまあこのねペギーズ・ブルース・カイライトも私大好きな曲でですねあのオレンジ色のドレスもミンガスが作った曲の中では好きな曲なんですね突拍子もなくチェンジする曲 が好きみたたいですねね私はね急に早くなったりとか例えば急に表紙が変わったりとか曲の局面ががらりと一瞬変わってしまうっていうねそれについていくのが楽しいっていうところがあるのかもしれませんねだからねとっても嬉しいんですよだから結局のところ私が正月一番最初に聞いたのは「ペギーズ・ブルースカイライト」だったということになりますね。去年は私、ま 確かセルフレスネスを一番最初に聞きましたって動画アップした記憶がありますけれどもねまあセルフレスネスにしろミンガスにしろもうこいつはうるさい音楽好きなやつだなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが違うんですパワフルな音楽が好きなんですエネルギッシュな音楽が好きなんです <laughs> まあ同じような感じかもしれませんけれどもねまあとにかくねあの、 あれですよあのペギーズ・ブルースカイライトとかねあとフォーバス知事の具はこれはあの歌入ってないですねあのー、あれですミンガスプレゼンツ・ミンガス」に入ってるあのー、オリジナルフォーバス知事の具はではなくどちらかというとあっちのバージョンに近いですねミンガス・アームってアルバムがあるんですけれどもねあれはあの演奏だけなんですけれども、まあ、それに近い感じアレンジで演奏されていますちょっとテンポ早い感じはしますけれどもねまあ あとね「ビッグアリス」っていう曲もなかなか面白かったですね初めて聞いたんですけどねこれは確かドンピューレンが作曲した曲だったと思うんですけれどもねでこのようにまだまだお宝がいっぱい眠っているわけですよねだからほんと当時リアルタイムで発売されて発表されていたものっていうのは本当に 一部しかなくてで、まだまだ残りにはお宝がまだあるのかもしれないしもう掘り尽くされているのかもしれないし分かりませんね。ほらアートブレイキーのねあの東京フライトでしたっけあれも世紀の大発掘だったのでねあのジャズ関係者じゃない人が記録していたものが 奇跡的に見つかったっていうようなあのニュースもあったようにですねまだまだそういうあのマイケル・カスクーナさんが頑張っていない領域であのー、手の届かない領域で <laughs> まだまだそういうお高秘蔵音源が眠っているのかもしれませんけれどもねまだまだね こういうのが発見されると嬉しいので、まだまだ長生きはしていたいものだなと思います。<laughs> ということで、皆さんは、えー、どういうものをお聞きになったでしょうか。まあ、これね、いいんだよね。みんなさっとカーネギーホールの完全版、何がいいのかって、この紙ジャケットなんですけれどもね、紙ジャケットパカッパカって3面になってるんですが、屏風みたいに。開けると、写真がいいんだよね。いい写真で。 特にね、ね。の笑顔顔がいい顔してるんだよ、ね、あと横に立てかけられたベースもねなんかいい味わいを出しているんですよねだからこういうのレコードだと思ってよかったんだろうけれどもねでこういうの眺めながら聴くのもまた一興かなと思っておりますということでおすすめですよこれは是非未知の方は聴いてみてください ということで、えー、今回はですね、正月早々、私が聴いた音楽を紹介させていただきました。ミンガサット・カーニングホール完全版でございました。ということで、また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。